はい、パーソナルトレーナーのゆうじです。今日はですね、中年の僕が筋トレ中で絶対にやらないことということで、そういうテーマで話してみたいと思うんですけれども、まあ、これ、まあ、中年だからこそというのと、まあ、中年でなくてもという、まあ、内容と両方あると思うんですけども、まあ、筋トレ中に僕がやらないことかしないことかというのは、まあ、いろいろあります。まあ、それはね、筋トレ中というその時間そのものにやらないことが、まあ、筋トレ自体でやらないものとか、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、そこはね、僕の中で、もうこれはやらない、やりたくないとか、まあ、いろいろあるわけです。で、これは、あくまで僕の個人的な考え方ではありますので、これ全て皆さんに押し付けるわけでもないですし、そこはね、自分で選択していくべきものかなと思うんですけど、ただね、僕のトレーニングを受けに来てくれる人に対しては、僕はこう思いますよというふうには、まあ、提案をしていくという、まあ、そういうような内容だということですね。その内容というのは本当にいろいろあります。まあ、些細なことからね、いろいろあるんですけれども、まずね、僕が、やってないことのまず一つというのは、筋トレ中には長スマホ、長喋りはしないということ。本当、些細なことですけども、まあ、僕、本当に基本的にはしないです。まあ、しない人多いと思うんですけども、まあ、やっぱりね、いろいろジム見てると、長々スマホ触ってると思います。フリーウェイトエリアで、そのダンベル、バーベルを使って一生懸命やってるような人の中でも、スマホを触ってる時間すごく長い人いるんですけど、まあ、それをするとね、やっぱり本当に何を中心にやってるか分かんなくなっちゃうので、基本的には僕はもう1セットやって、心拍数がちょっと落ちてきて、落ちすぎないところで、ある程度決まって、時間は測ってないですけど、ある程度決まった時間で、パンと次々ポン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 やっていくという感じで、結構テンポよくやっていくので、本当にあそこ、インターバルも長すぎないようにということで、どんどんやっています。まあ、一応ね、終わりの時間が決まってるので、ここまで終わらないと、おにぎり食べてプロテイン取って仕事に入るっていうのはできないので、時間決まってるともあるんですけど、だから、スマホを長く触ることはまあないですね。トレーニング最中に人にメールを返したりどうこうっていうのは基本的にはもうまずないですし、音楽に関しても音楽をなんか変えるとかなんかずっと触ってる人もいるんですけど、まあそれはもうしないように基本的にはもうね、当然プレイリストをずっと流すという感じでやってるわけですね。で、まあ長く喋るというのも基本的にはまあないですね。本当に多分1ヶ月に1回ぐらいそういうことがね、たまたま久々にあったりとかそういうことあるかもしれないですけど、まあ基本的にはそういうのをなく、とにかくどんどんやってる。まあそういうのは本当にまあ、全然やらないですね。それから、いきなり高重量というのも当然やらないです。だけどこれをね、ジムを見渡してみると、いきなり高重量をやる人、まあまあいます。例えば、まあ僕が見たところでも、70半ばいってるね、おじさまなんですけども、ちょっと細身なんですけども、来ていきなり、スクワットラックに80キロずつぐらいつけて、もういきなり80キロぐらいで出てる人を始めるんです。まあ、このラックのところにかけてるそれほどね、深いところからやってるんではないんですけども、浅めだとしても、いきなりね、その年齢で80キロぐらいいきなりグッとちょっと猫背でやったりとかして、それは、そういうことは本当に僕は まずないということで、まあ、あとは、まあ、若い人でも、いきなりベンチプレスなんか110キロをつけて、1セット目からそれやって、っていう人もいるんですね。まあ、それ以上上げるわけではないんですけれども、まあ、それは当然、まあ、この中年なんですからないわけですね。まあ、それは当然僕は、まず、ストレッチありますね。ストレッチも、まあ、いわゆる静的ストレッチっていう、止まってね、普通にこう、伸ばしていくストレッチっていうやつをやっていくのはいらないという意見はあるんですけども、それを静的ストレッチやると、次のパフォーマンスが落ちる、筋肉が常にそれ疲れた感じになるので、重いのが上がらないからやらないっていうような、まあ、そういう話もあるんですけども、これは中年はやった方がいいです。そもそもが、100メートル走の10秒01か10秒00を競うようなことをやってるのではないので、その、あるいはね、砲丸投げで、この一発のグーってやったら、あれ何メートル引くんだっけ？その数十センチを競うような、そういうことも やってるわけではないので、中年はもう基本的には必ず静的ストレッチをやって、ね、普通のね、腰の筋肉を伸ばしたか、ももら伸ばしていくとか、ね、ひねりとかの関節がしっかりね、動くように、肩もしっかり動くように、こっからここまで動くんだよっていうことを体に教えてあげて、で、筋トレっていうのはこのぐらいの範囲なわけですけども、で、これぐらい一回伸ばしてあげれば、まあ、怪我がなくなってくるわけですね。だけども、普段の生活の中で座って仕事をしてると、この範囲しか使ってないので、そうすると、トレーニングする急にこの範囲を使うと、まあ、怪我をするわけですね。だからそこはアスリートとか、若い人とか、あるいは研究結果の実験する最中みたいな、まあ、そういうことは全く別な話で、もう中年という生き物ですので、もうそれは凝り固まりやすい年代ですので、静的ストレッチをして柔らかくする、自分は今日はね、動く運動範囲を体に教えてあげてから入るとか、まあ、必要なわけですね。で、あとは、もちろん高重量で入らなくて、ウォームアップセットを絶対組んでいくので、その日に初めてやるパートですね、胸なら胸、肩なら肩っていうのは、一番マックスの重さに対して3つぐらいウォームアップセットを組んでいきますね。
50%、75%、90%、そして今日の 100%、100% って言ってもね、10回、12回できるおもつですけども、まあそういう感じで当然組んでいかなければ、まあ中年はね、怪我しやすいからダメだということですね。まあそれ絶対やっていきます。あとはね、今の高重量じゃないですけど、無理して崩れたフォームでは、まあ絶対にやらないです。もうこれは絶対にやらないです。まあ僕が重い重さを扱っていることもまあありますけれども、その重い重さをやってるけども、崩れないフォームの中での重い重さをやってる。もうここが大事なわけですね。サイドレースでもそれなりの重さをやるので、少しね、足を使ったチーティング使いますけれども、ただそれは僕が上半身を垂直に動かす膝を使っての、こういうサイドレースをね、上半身は崩れないで、こういうサイドレースをやって、こっから、ね、トップからネガティブをずっとこう、使っていくようなチーティングを使ってるんですけど、絶対これをこういう感じのサイドレースをやったりとか、こういう感じのサイドレースをやったりっていうのはまあないというわけですね。そこはきっちりとした正しいフォームでやっていくということです。まあ、あとはですね、種目的にはですね、ジムにあるマシンの、ロータリー闘争、闘争ローテーションとも言いますけど、まあ、ここを挟んだりするかな。で、それでここにガチッと持って、こうやってひねるやつありますね。まあ、いろいろタイプあると思う。こうやってやるやつもあるかもしれないですけど、まあ、持ってこういうふうにね、ここにマシンがあって、ひねるやつがあると思いますけど、まあ、あれはまずしないのと、まあ、ちょっとお客さんにも勧めてはいないですね。まあ、ロータリー闘争、なんでやるかですね。多分、やってる人はウエストを引き締めたくてやってると思うんですけども、ウエストを引き締めるというのは、まず一番にやっぱり体脂肪をしっかり落としていくということが必要なので、まあ、これをやったから、ここが引き締まって細くなるというわけではないということですね。このロータリー闘争をやってるというのは、まあ、どこを使ってるかというと、この基本的な腹斜筋を使ってるわけですね。このあたりの腹斜筋を使ってやってるわけなんですけれども、腹斜筋をやったからといって、鍛えたからといって、まあ、そこの体脂肪減るわけではないんです。正直言うと、やっぱりジムに行ってる時間とかも、まあ、限られてると思うので、まあ、そこに時間を使うよりも、もっとバックランジやるとか、まあ、スクワットでもいいです。まあ、そういった大きな筋肉をしっかりやっていくという方に、特にまあ足ですね、そのあたりに時間を割いていく、もっと種目を増やしていく、数を増やしていくという方をやった方がもっと落ちやすいと思います。腹斜筋を鍛えるためってね、腹斜筋を強くするねということもあると思います。まあその場合にはまあ目的があってということもあると思います。ここを鍛えるというのは僕もいつも言ってますけども、ここを鍛えなければショルダープレスやスクワットや背中をやってて呼吸ができない、呼吸をうまくコントロールできないので、ここがね、腹斜筋で固められなければうまく呼吸はできないです、だから必要ですよと言ってね、まあそういうためにもまあ必要なんですけれども、だそれは今の直接的にそこをやるから痩せるという意味ではないということで、そこをね、腹斜筋を鍛えるためにこの闘争ローテーションやってると、あれね、僕自身がここに効くぐらいの重さをやろうと思ったら、うん、ってやろうと思ったら、持ってること自体が大変で、ここに固定する、そして足で押さえてること自体が大変で、なんかここよりもなんかこれをずらさないようにとか、その辺がすごく大変なので、まあそれよりはね、わざわざこうやってひならなくても、まあこういったオルタネントプランクをこうやって胴体固めた状態ですけど、これでも十分ね、腹斜筋は強くなりますし、もうちょっと強くしたいと思えば、ダンベルを用いた、こういう、レネゲードローというのをやっていけば、かなり強くなります。この方が、正直言うと、なんかここで挟んでこうやってやるというよりは、かなり効いてくるんです。難しくはない。そんなに難しくはないです。かなりダイレクトに効いてくるんで、こっちの方がまあいいと思いますね。だけど、それは目的としては、そのお腹を引き締めるとかどうとかではないということですね。ただ、さっきのそのロータリー闘争も女性に結構ありがちなんですけど、女性って結構反り腰の人が多くて、反り腰の状態でやってると、逆にお腹じゃなくてこっちが抜けた状態、腰の筋肉で脊柱起立筋で回してる人もまあまあいるんです。まあそれはそれでまた気をつけなきゃいけないということですね。まあ、あとはですね、僕がやらないのはサイドベンドですね。サイドベンドって、こう、ダンベルを持って、まあ、こういう風なやつですけれども、まあ、これも、まあ、ウエストを細くしようと思ってやってる人いると思うんですけど、このサイドベンドをやるときに、まあ、今みたいなこの5キロぐらいだと、まあ、何にもまあ、まず感じないわけですね。だから、女性の人でもなんかやってるぞっていうと、結構女性でも12、3キロとか持ってやってる人もいるんですけど、それでかなりの重さだと思うんですね。で、それをやってるとどうなるかというと、腹斜筋が、ここの部分が結構ついて結構ボコッとなりやすいので、そもそも高重量のサイドベンドを逆にやらない方が、ここはスッとしてくるのはくるんですよ。ここ結構ね、賛否両論あるんですけど、僕はしない、僕は進めてないということで、そこを無理にしなくても
いいんじゃないかなと。まあ、その何かスポーツをやってるんなら、ね、コンタクトスポーツでそこをしっかり鍛えなきゃいけないっていうのは、それをやる必要もあると思うんですけど、まあ、引き締める動向だったら、まあ、そんなにね、やる必要はないかなと思うんですよ。この、しかも重いのね。で、しかもこれ逆やってる人もいて、ここにウエイトを持ってるのに、ここからこっちに縮めて、これでもやるとしても、ここからこっちですから、伸ばす方ですから、こっちではないということではありますけど、まあ、これもわざわざここしなくても、普通に真ん中の方の腹直筋の方の腹筋をもうちょっとやっていくとか、引き締めるのはさっき言ったもっと足を持ってやっていくように時間を割くという方が、まあ、いいかなと思います。それと、あと僕はですね、僕は今有酸素運動はやってないです。まあそれはね、僕は今落としてる段階じゃなくて、ただ維持の段階だからやってないというのもあるんですけども、まあ有酸素運動に関しては、ちょっと後回してもいいかなと、まあ僕は思ってるわけですね。それはですね、まず筋トレと食事をやるということ。筋トレをやることによって、代謝の高い体を作る。より活動代謝の高い筋肉をつけていくことでもって痩せやすくする。で、有酸素運動よりも当然筋トレをやった方が、その運動後のエネルギー消費もかなり大きくなってくるので、かなりメリットが大きいということで、一番大きなのはやっぱり形が良くなるということね。エネルギー消費をたくさんしながらも形が良くなる。これ有酸素運動には全くないことなので、形を良くしながら体脂肪を絞っていくためには、筋トレの方が一石二鳥、ね、一つの時間を2倍、3倍に使えるということなので、まずは筋トレをやっていった方がいいかなと。それで食事を整えていく。で、この2つで落ちていくんであれば、それでいいと思います。で、それをやってても、もうちょっと落としたい、もうちょっと消費を稼ぎたいという場合になって、その時点になってようやく有酸素運動なわけですね。で、それも、まあ、使い方としては、筋トレをやってる時間とはまだ別にやった方がいいかなと思いますね。まあ、夜に筋トレをやるんであれば、朝のね、朝ごはんの前に少しウォーキングに出かけるとか、まあそういった有酸素運動を食事前にやっていくというのが一番有効かなと思いますので、それは筋トレの後に有酸素運動だったら体脂肪を絞るです。まあもちろんそれはあるんですけども、それとは別に、この中年という生き物が、まあほとんどの人はね、そんなに活動的にバン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 動いてこうやって仕事はしてなくてですね、だいたい座って仕事をしていることも多いので、そうすると昼間にその運動量がかなり少ないわけですね。なので、夜にトレーニングするのであれば、朝に有酸素運動してあげた方が、1日の早い時間と遅い時間と2回ね、エネルギーを消費する山が来るということ、それとやっぱり運動すれば血行がドーッと良くなりますので、その状態がある方が体はもっともっと体脂肪を燃やしやすいので、1回ではこうやって2回に分けた方がより有効かなと思いますので、まあそれはどっちが朝でも夜でもいいんですけども、ちょっと分けてやった方がいいかなと思います。ただし、十分しっかり筋トレと食事をやって、その後かなと順番的にはまあ思いますね。あとはですね、筋トレ中に僕がやらないことの最大のこととしては、妥協しないということです。妥協、それはメンタルかよって感じですけど、まあでも妥協しないように頑張ってます。もうここでやめようかなとか思うんじゃなくて、でもやっぱもう一回やりたい、もう一回やってね、一歩前に進もうかなと思うとか、もうここでやめようかなとかと思うんだけど、やっぱりここまでやるって決めたらもう一度ちゃんとやろうっていうふうにね、思えるかどうかですね。で、これ心の強さとかどうとかではなくて、僕は心のこの強さというものは単純に睡眠でどうにかなると思ってます。睡眠がなくて、やっぱりだるいとかいう状況であれば、もう人間って基本的に弱気になります。判断も弱気になります。で、そこでもやめてしまおうと思います。体がだるいからやめるというよりは、もうそもそも気分がだるいので、マイナスな判断しかちょっとできなくなってくると思うんですね。で、それはもう前もってきちんとやっぱり睡眠をきちんと取っていく、毎日きちんと取っていくということで、トレーニング中に妥協しない自分が生まれてくると思うんですね。なので、そういう意味でもね、なんかホルモン分泌がどうとかっていうこととは全く別に、睡眠をきっちり取っていくことが妥協しない自分というのが生まれてくると思いますので、まあそこら辺もね、大事にしていきたいと思っています。はい。最初に言いましたけども、あくまで僕がやってることで、僕と、トレーニングする人にはその方がいいですよって言ってるだけの話ですね。まあここら辺はね、自分で選んでもらえればいいと思います。はい。チャンネル登録もよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのリュウジでした。